今日は6月2日、これから YouTube ライブ第3回目が行われます。本日のゲストはみんな大好き小坂奈緒ちゃん、小坂奈ちゃんでございます。普段小坂奈ちゃんと2人で撮影っていう機会はあんまりないので、なんだか今日は新鮮ですが、いっぱいおしゃべりできたらなと思っています。せっかくね、小坂奈ちゃんが来てくれたので、今日はこっそりこう私服チェックなんかねできたらなと思っております。今何も書いていませんが、小坂奈ちゃんの楽屋の前にやってまいりました。ここで台本を読んでいるということなので突撃したいと思います。ガチャリ、いたおはよう、おはよう、じゃじゃじゃーん、突撃、私服チェックでございます。いい私服取らせてもらっても、あ、台本読んでたのね、ごめんね。じゃあちょっとこちらの白い壁の方に来ていただいて、キャー、かわいい、すごく今日は大人っぽいけれど、今日のテーマをまず教えていただけますか。今日のテーマは、うん、普段私ちょっとカジュアルなコーデが多いんですけど、うん、今日はシックに、確かにまとめてみました。そうかも、なんかワンピースとかスカートとか履いてるイメージはあるけど、今日はその中でもちょっとシック。そうなんです、黒でね、あ、スカートの素材も可愛い。そうなんです、めちゃめちゃお気に入りで、うんうんうん、ロードがランダムに入ってるスカートなんですけど、今っぽいね。そうなんですよ、めちゃめちゃ可愛くって。一押しアイテムはスカートですか。私はスカートです。素敵、可愛い、はい、あとポイントはありますか。ポイントは、うん、そうですね、まあ、白と黒で合わせたので、うん、カバンも、確かに全身モノトーン、大人、バッグもめちゃめちゃ大きいで、うんうんうん、使ってますね。やらせていただきますね。かわいい、サイズいっぱい入りそうだね。めちゃめちゃ意外と入るんですか、ね、こんなにちっちゃいけれど意外と入るパターンだ。そうなんです、めっちゃ使い勝手良くて、うん、ずっと使ってます。かわいい、あと全身シンプルだけど袖のところにはちょっとストライプとかも入ってるんだ。そうなんですよ、ちょっと折ってる感じというか、うん、ここがまたワンポイントになってて、すごく大人の私服を突然だったのに披露していただいてありがとうございます。ちなみにこんな私の話で申し訳ないんですが、偶然にも見てそっくりなの。私もジャケットにシャツに、見えないね、スカートを履いております。なんかびっくりしたね。びっくりしました、私もお会いした時にこんなにもおそろコーデになるなんてびっくりしております。イエーイ。やっぱね、この季節はこういうジャケットとかがね、着たくなりますね。そうですね、ちょっと肌寒いなって時とかも着れるので、うん、すごいいいなと思います。計らずともシミラールックでした。それでは私、小坂が今度は大友さんの私服をチェックしたいと思います。今日はこんな感じ。 おしゃれ、めっちゃ可愛い、全身ベージュで揃えてみました、はい、今回のこのコーデの、うん、まあ、お気に入りのポイントとかありますか。一番最近買ったのは、はい、小坂ちゃんと一緒でスカートがポイントかな、はい、長くて白くて、うん、あとお腹周りがキュッとしてるスカートをずっと探していて、はい、その3拍子が揃ったスカートが見つかったんで思わず購入してしまいました。すっごい可愛いですね。スタイルがすごくよく見える。本当にね、はい、スタイルアップ、私そんなに背が高くないんだけど、はい、これを履いてると背伸びたって言ってもらえるの。あとは、はい、イヤリング。お、イヤリング。おうち時間が続く中で、はい、暇だったので作ってみました。作ったんですか。そう、すごい。手芸屋さんでパーツだけ買ってきて、はい、ちま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 ビーズ通して針金こう締めてっていうのをやって、すごい、めちゃめちゃおしゃれですね。やった、嬉しい。めちゃめちゃ可愛いです。右と左で少しずつデザインが違うので、はい、あ、本当だ、いろんな表情が見えていいかなと思って気をつけてきました。すごいおしゃれです。
では YouTube ライブ行ってきたいと思います。バイバイ。制服に着替えました、うん、イエーイ。髪型もね、そうなんです。今日はポニーテールで揃えてみました。ベストと、なんかもうね、うん、制服ってあんまり着ないですね。こういう制服も着てないよね、はい、新鮮ですが、はい、その分味わっていきたいと思います、はい、じゃあ行ってきます。今からでーす。イエーイ。普段あんまり生配信とかしない？する？あんまりしないですね。じゃあレアだね。すごくレアです。いや、緊張してます。本当？全然わかんないね、その緊張してる感じが。すごい緊張してます。頼りにしてますね。頑張ります。質問をね、事前に募集したのよ、さかなちゃんへの。嬉しい。いっぱい。本当ですか？だからぜひ後で見てもらって、全員のにはね、なかなか答えられないから。うん、まいります。なんかあれだね、ポニーテールも新鮮だね。そうですよ、なかなかしないので。いつもだってストレートでさ、そうなんですよ、下ろしてるよね。来ました。頑張ります。YouTube 生配信見てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったですね。あっという間の1時間だけど、はい、何が一番楽しかった？やっぱり、あ、でも学園祭の企画をいろいろ考えたりとかしたのも、うんうん、こうやってやったの初めてだったので。確かに。すごく楽しかったです。自分からそういうのを発信できるってなかなかないもんね。なかなかないので、実際に採用されるといいね。はい、学園祭が楽しみになりました。ね、楽しみになるね。ぜひ皆さん、アーカイブに残っている YouTube の動画、そして今回の動画も楽しく見ていただけたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。